皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、あれです。なんかたまにやってくるゲリラクエスト挑戦状っていうのが、はい、なんかアナウンスあるじゃないですか、システムから。うんうん、で、今あれが来てたんで、うん、あれに一丁行ってみるかみたいな。初だ。行ったことないですよ。ない。そんなわけで、参ろうぞ。いざ。これだ。先日のね、ほらニコ生の結果、私マックスのライバッジつけてます。僕もつけてますよ。私もつけてます。あ、つけてね。やるじゃんみんな。ロゲイン。じゃあクエストダンジョン受付の今日は14ロゲイン。14。14。チャンネル切り替え。ほらもう目の前です。私も行っちゃうぞ。これのこれです。ゲリラクエスト挑戦状。大型な凶暴な大型モンスターが出現しました。なんとか隔離は成功しましたかって書いてあるから、多分その専用マップがあるんだな。討伐には至りませんでした、皆様ご協力お願いしますって書かれてる。行くぞ、私移動。バラバラで、バラバラで行けるんですね。なんかね、わかんねっす。移動しました。皆さん移動。すごい。で、もうバトルが始まっ、おお、みんなおる。他の人もいるんだ。てか、たくさんいる。すごい。ちょっと待った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 、無理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 。これえかすっただけで、かすっただけで、えたくさん人いると思ったら死んだ。もう一回、もう一回行ってみて。バタリって倒れて復活。クソ、もう一回行く。なろうくなろう。なんだっけ、ディスタリオンだっけ。え、まさか今もうマミトン先輩とかみんな戦ってるんですか、そいつと。私も村井さんの直撃死んじゃいました。嘘。あらま、一撃でパーン。マミルトンも死んだら、え、そんなん強いの。勝てないよ。フィールドに出る前に。なんか彼そんな強いの。あ、やばい、これ回復追いつかない。二度目の侵入。もう行ってみよう。でもスタートした瞬間からあいつ HP ちょっと減っとるで。みんながダメじゃん。あ、リオナリいる。どこや。あ、リオナリいた。いるいるいる。ちょっと待って待って、あ、後ろにいた。逃げる逃げる。でもかわして距離取れば結構戦えるんじゃないの。距離取らないと。で、この勝利の瞬間に出くわせば勝利報酬もらえるんでしょ。出くわせば攻撃当たるの。こいつ瞬間移動する。おお、すっげえ、いろんなビームとか打ってくる。てか、でけえなあいつ。攻撃しに行こう。おっと、あ、回避すればできるできる。いて、やばいやばいやばい。ポーション大好き。あ、やばい、いつの間にか死にかけとる。ポーション大好き、ダブル2。え、こいつめちゃ強い。やばいやばい。もうね、ほら、この取ってる距離がこの恐ろしさを。ああ、いって、かましに行こう。あ、リオナリ回復してくれ。センキューベリーマッチ。一発かましてくるわ、アコさん。一発かましてくるわ。あ、痛い痛い痛い。やばい、お願いします。やばいやばいやばい、すごいすごいすごい。やった、えい、ありがとう。せや、助かった。助けて助けて、リオナリ助けて。バーン、ありがとう。まだ戦える、まだ戦える、まだ飛べる。こいつこんな強いんだな。えいえい、もう一回外した。逃げろ逃げろ逃げろ。でもこれ減ってるの。どうなんですか、減ってるんですか、あれ減ってるんですか、 HP。 えいえい、でも結構与えれてる感はあるけどな。せや、あんま動いてな。え、でもお腹の中入ると、はい、意外と食らわんでダメージ。マジですか。腹の下入ると、だからみんな結構腹の下いってんじゃないの。えいえい、だからさっき死んでからまだ死んでないぞ。距離取ってるのもあるけど、僕ずっと離れてます。あ、やばいやばい、あ、やばい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 。あ、僕の目の前で誰かが。ポーション大好き。もうこんなこと言うな。ポーション大好き。俺の目の前では誰も死なせない。誰も死なせないぞ。やばい、もう逃げる逃げる。え、あー、やめた。いった。え、これ倒したい倒したい、こいつディスタリオン。えい、皆様よろしゅう、私支えながら協力させていただきます。
復活。でも私たち逆にさ一周回ってこういういろんな人たちと戦うって初めてじゃない。確かに。えいやっぱり腹の下が楽やで。ポーション大好きしよう。怖い。ポーション大好き。ポーション大好き。ポーション大好き。あ、魔女みたい。やべ、近い。おお、すげえこいつ。あーやー、怖い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 。え、でも減ってないもしかして。全然動いてなくないですか。減ってないな。えい、えい、減ってないのか。ほら、でも魔法使いたちがみんな心強いよ。せいせいせい。おお、ほらほら、消えた。ディオナルの iPhone の充電がやばい。リアル世界がやばい。リアル世界がやばい。ディオナルのリアルがやばい。あ、誰かが倒れた。誰かが倒れた、誰かが。やったー、あぶね、おーい頑張ろう、みんな、頑張ろう、戦おう。回復してるそばからやられとる。えいわーい、わーい、わーい。うわ、すげえ、これ、やっべえな。回復、ポーション大好き。ありがとう。お、誰かが回復してくれた、センキュー。リオナリノ、恨みー。俺まだ死んでない。そう。死んでなかった。まだ彼は死んでいない。リオナリの恨み。あぶね。これはリオナリの分。みんな死んでいく。減ってるの？減ってないもしかして。減ってない気がする。これまさかさ、そのさっきゲリラの挑戦状ですみたいなものが出た瞬間からさ、みんな殴ってんのもしかしてこれ。まさか。これ勝利の瞬間に出くわせば勝利報酬なの？そうね、姑息な発想ですけど、参加してたら何かしらないんじゃないですか。やばい、 SP がない。いや危ね、避けないとやばい。そう、ショートカットの配置を変えたらなんかもうちょっと痛い。ショートカットの配置を変えただけでもうこんなに自分の端末じゃないかのように混乱している戦い方を。いくぞディスタリオン。減ってねえな、これ減ってねえぞ。やって一体どれが本体なんだ。高橋くん今レーザー食らった？大丈夫？食らってないっすね。食らうかなって思ったんですけど。いくぞ、リオナリもまだ生きてるな。ほらマミルトマ今帰ってきました。あ、今帰ってきた。何かしてたらしい。着替えてた。なるほど。あ、マミルトンにいた。えいったー、やばい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 。これだけ連発でババババってダメージ増えててさ、本当に減ってないな。減ってない。せい、ほんとなんか私たちができることなんて微量だな。塵も積もればなんとやらの塵だぞ我々。ただこうやって初めてこのメンバー以外のみんなと戦えている。あ、いいですね、マミルトンが死んだ。え、目の前で村井さんも食らってる。マミルトンが DP の無駄遣いに対して嘆いている。マミルトン無駄じゃないぞ。あのディスタリオンを多少でも削ったんだ。やばいやばい、リオナリエ来た。まだいける、まだ回復できる、まだいける。ユレイヤー復活。せやせい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 、急げ頑張れ。お腹減ってきた、お腹減ってきた、お腹減ってきた、腹減った、急げ。お昼腹減った、腹減った、回復回復。あぶね、頼む。あぶね、
ありがとうリオナリ、ハッシュタグありがとうリオナリそれ作んでたの減ってないな、これ1時間後に来てもいいレベルじゃない。確かにちょっと来てください、一休みしてみんなに任せてまだ大丈夫、まだいる、ディスタリオンまだいる、今から行っても大丈夫っつって、なんかそうだな、飲み会が始まって1時間半後ぐらいにこう電話してくるパターン、やばい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 、リオナリ頼む、リオナリ、リオナリ頼む、 Y を復活させてくれ。そういうタイミングで飲み会行くと楽なんですよね。いや、うわー、リオナリすまん、1400くらった、あいつ強いわ、今の私よく耐えたな、HP 最大で1700しかないからさ、ありがとう、完全回復した、まだ戦える。すごい、マミュートもう何回死んだ ?3回。あっやばい、多くの仲間が散った。今の攻撃強かったな、たくさん死んだな今。また私ロビーから回復した。やばい、お腹減ってきた、今からオリジン弁当で弁当買ってきてもう一回参加しても全然間に合うぞちょっとオリジン行ってくるか、腹減った、結構腹減った、なんだったらラーメン食べて帰ってきても間に合うぞこれラーメン食べてくるか、誰も乗ってくれないみんな夢中だな、ラーメン食べてくるか今から動画は一旦中止して、そう続きはパート2です でラーメン食べて帰ってきましたからのパート2、みんな戦ってたかーつってだってほら減ってないよ、減ってないよ、あれこのなんか、このクリスタルみたいなこのオレンジ色のものは何なんだ、飾り、入り口の付近にあるやつ、あれ飾り、でもこれなんか長い目で見てまったり戦うのがいいね、逃げながら強いわこいつ、あーあーやばい、なんだやられた、すげえ落としたら追い打ち食らったまた救えなかった、救えなかった奇跡の念提案があります、はい、昼ご飯食べてからまたこういうリアルにリアルに、プライさんはお腹が減っています、減ってる、じゃあ勝手に締めよ、みんな無視してくるから真剣ですからねはい、このディスタリオンさん、まだまだ HP が膨大なようでございます、私たちここでちょっとお昼ご飯に行って再び戻ってきてから、戦いに挑みたいと思うのですが、その動画は、動画を分けて、このディスタリオン編ということでパート2としてお届けいたしましょう。ディスタリオン編が始まる、ディスタリオン編、これだってまだ全然30分後で平気だよこれ、 OK、 みんなその間戦っといてくれ、我々の代わりに戦っといてくれ、激しい、お昼ご飯を食べて帰ってきて割とゆっくりしてたら2時になってしまってあの挑戦は今もあるのか、もうすでに倒されているんではないかという、心配のもと我々は急遽クエストマップのところに駆けつけております。で、なんかアラートが出ません、アラートが、なんかアラートが微妙に出ません、もうすでに終わってしまったんじゃないでしょうか、あったあったあった、無事ありました、よかった、先に言っとくわ、移動、よかった、なんか昼飯食べようとかつって気づいたら1時間半ぐらいさ、なんかそうっすね、あれしてたらさ、よし、もうやつはいた、あれいた、ちょっと待ってください、村井さん、全然減ってない、変わってねえよ、ポーション買いに行く時間あったじゃん、え、これ全然減ってないぞえ、これ2時間みんなちゃんと仕事してたの、みんな食べたんじゃないですかね、これからみんなちゃんと戦ってたの、これHP 全然減ってないよ、この戦
ってる気がしなくまあまあちょっとね痛い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 相変わらず強敵やな死にかけてるぞ私え、マジやばいやん悲しみにくれるじゃんこれ私さっきさすごいトイレ我慢しててさトイレ行こうと思って席着いた瞬間にあれそういえばギリラクエストあったやってやべえ忘れてたって言って今急いでじゃあ取るぞ取るぞって来たじゃないですかこれちょっと私トイレ行きたいんですけど死なない場所にトイレ行こうかなまあ、よくないよ、ね、勝つですよ、勝つですよこれ、どれぐらい時間かかんの晩ご飯食べ終わったそれは長くないかあ、でも晩ご飯クラスかなまたおやつに来てみますねまた後でちょっと覗いてみようかいや、こいつこんなに強いなんてな言うなりが死ぬってやばいなんか新しい進化してないこいつなんか一緒か HP 減らしきった後にこれが私の真の姿だまだ続きがありますうそー、はい、やっべ1000も食らった1000食らうで一回なんか修行してきた方がいいんじゃないかって思うぐらいの強さこれちょっと一息ついたらまたちょっと後にしましょうみんなが仕事してくれるからきっとでね、倒すとこ見たいよね初めてだよ、私今の魔法ってまみるバチバチまみるだもん、やるじゃんすげえクラス取るその一発分をためないと出せないカス痛い、私もう死にそうヨナリどこだオプション使う代わりに回復してくれ痛い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 回復してくれワイオワイオ回復してくれあっえっ解散かあやばい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 また夕方に行きます皆様ご視聴ありがとうございましたマックス村井チャンネルチャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録くださいスマホの方は概要欄にリンクがございますのでそちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたしますそしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます、この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードくださいリンクは同じく概要欄にございますのでそちらからどうぞダウンロードで